こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな、青子です。かっこよいけど気軽に乗れて、会社だけどリーズナブルに買えるバイクが登場したんですって。うん。単気筒 300cc エンジンを使った SS モデルが BMW から発表されたぜ。その名は、G310RR だ。RR ってことは SS ですね。そうだ。BMW の G シリーズは、ネイキッドモデル G310R とアドベンチャーの G310GS が発売済みだ。新型 SS モデルは、果たしてどのようなバイクのでしょうか？今回は、G310RR を待ち受けるライバルたちと、スペックを語っていこうと思う。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。1、放たれた BMWG310RR。 2、スペック考察。3、迎え撃つ国内で買えるミドル SS、 ただし4気筒を除くです。4気筒を除くって、そりゃ G310RR は単気筒だし、こいつと ZX25R と比べても面白くないだろ。新車で買えて 600cc ぐらいで3気筒以下モデルって縛りで比較してみるぜ。じゃ、はじめっか。1、放たれた BMWG310RR。 G310RR は2022年7月に中国発表されたスーパースポーツだ。普通二輪車免許で運転できる BMW シリーズの最新モデルですね。こいつは S1000RR の雰囲気をまとったモデルで、一発で BMW だとわかる見た目だ。その他モデルでは R1250GS と G310GS、R1250R と G310R など、上位モデルのイメージを生かしたモデルを展開してる。アメリカの R18 の G シリーズはないの？今のところは、ない。しかし、BMW が SS を中年クラスに投入されるなんて、勝つ気満々ですね。日本国内で買えるミドル SS は、ハイスペックモデル、レース直径やハイコスパモデルなど、ユーザーの選択肢は多い。その中で勝ち組になるには、コスト、生産、性能、この3つの要素を最適化することだ。難しい話をすると、眠たくなりますよ。大丈夫、ちょっとだけだ。まずコストだ。完全なインド生産って聞くとどう感じる？どちらかといえば低いイメージがあります。インド生産の GS310R の品質について調べたところ、サイドスタンドやブレーキキャリパーの不具合やプラスチックパーツの変色など、当初はいろいろあったみたいだ。あの BMW もインド生産となると、品質レベルもばらつくんですか？そりゃ、生産コストを下げたらいろいろ起こるだろうな。じゃ、品質を保ちつつコストを下げるにはどうしたらいい？現地で信頼できる提携先を見つける。正解。 G シリーズはインドの TVS モーターと提携し生産している。初めて聞くメーカーですね。TVS モーターは、1980年代にスズキと TVS グループで作った合弁会社が元になってる。2001年にスズキとの合併解消後、2013年に小型モデルを注力し始めた BMW と提携した。生産ノウハウを蓄積したい TVS、インド生産の問題を極力抑えたい BMW。お互いにウィンウィンな提携先となったわけですね。で、お次は生産。G シリーズは完成車の状態で国内に持ち込まれている。それって普通じゃないの？ホンダの GB350 ってあるだろ？インド生産のクラシックモデルですよね。このバイクは半完成品として持ち込まれ、ホンダの熊本工場で組み立て日本向け塗装をしてる。一手間かけないと、ホンダが認める品質にできないってことだ。BMW が TVS と提携したことで、生産品質レベルを底上げし、輸出先でも販売できる品質となったってことですね。で、最後は性能だ。G310RR は、TVS でアパッチというモデルで販売されてる。開発の割合はわからないが、BMW から技術提供を受けて TVS が開発したモデルだと推測できる。TVS にとっては、BMW の技術力に触れる機会になるし、BMW はインド生産のリスクを抑えることができる。そんな環境で生まれたのが、RR ってことですか？だな。そう言われると、G310RR の出来がとても気になってきます。じゃ、お次はスペックをチェックしていくか。2、スペック考察。カラー&デザイン。レッド、ネイビー、ブルーの3色が使われた特徴的なカラーリングは、どこから見ても BMW だ。デザインは TVS のアパッチとほぼ同じだ。ちなみに、アパッチのデザインのモチーフはサメだぜ。サメ？インドはサメの捕獲用世界最多だし、サメ映画アータンクも人気だしな。サメが大好きだ。だからといって、バイクにサメですか？ TVS のサイトで堂々と語られてるよ。ほら。ほんとだ。でも、BMW の RR といえば4気筒ヘッドライトですが、G310RR は普通ですね。サメだからな。その話はもう終わり。動力性能。エンジンは水冷単気筒 313cc、最高出力約34馬力 9700rpm、最大トルク約 2.84kg F7700rpm だ。トルク重視のエンジンだな。燃料タンクは12リットル。燃費は約27キロだから、航続距離は324キロだ。
このモデルの特徴として、前方吸気口方排気という珍しいレイアウトを採用している。シリンダブロックがリア側に倒れてるから、エンジン位置を前方にでき、スイングアーム長を長めに確保できる。長くなるとどうなるの？アンチスクワット効果でリアのトラクションを稼げる、とか、前方吸気なのでフレッシュエアが吸えて、エンジンが熱だれしにくいとか。へぇ、興味なしだな。論数でかっこいいことはわかります。サイズ、足回り。車体サイズは全長 2001mm、全幅 767mm、全高 1135mm、シート高は 811mm で重量は 174kg だ。車体サイズが数値的に近いのはホンダの CBR400R ですね。フレームは交換スチール製のトレリスフレーム、両持ちのアルミスイングアーム。サスハカヤバ製でフロントは倒立、リアはモノショックだ。ブレーキは前後バイブレ製、フロントはラジアルマウントキャリパーな。使用装備。灯火類は全て LED だ。ライディングモードは、トラックアーバンスポーツレーンの4つだ。アシスト&スリッパークラッチに前後 ABS 装備だ。スマホ接続機能も搭載されてる。ふむふむ。クラッチレバーをゆっくり離すだけで車両が動かせる機能付き。スズキのロー RPM アシストみたいなものですね。で、メーターは縦置きだな。あら新鮮。っていうか、自分のスマホをここにマウントしたい。あと、アパッチ RR310 のサイトを見てたら、面白機能を見つけてな。なになに？メーターに画像を保存できる機能があって、免許証とか表示するみたい。インドは先進的。価格。じゃ、最後はお値段だ。日本仕様がまだ公開されていないので不明だから、価格予想してみるぜ。まず、アパッチ RR310 の価格は？現地価格は26万5千ルピー、日本円換算だと約 44.2 万円ですね。相変わらず安い。それじゃ、兄弟の G310R や G310GS は？ G310R が68万1千円から、G310GS は75万3千円からです。では、予想価格は？80万円台でどうかな？いや、ここは G310GS と同じか、70万円以下でしょ。ま、車両価格は安くても、その後のメンテナンス費用は、会社だしそれなりにかかるだろうけど。じゃ、G310RR についてはこんな感じだ。それじゃお次は、BMW を迎え撃つ7メーカー、12台を紹介していくぜ。3、迎え撃つ。国内で買えるミドルSS。で、今回のライバルの選択条件は？新車で買えて、4気筒以外のミドルSSだな。じゃ、G310RR のスペックはこちらだ。じゃ、サクッと紹介するぜ。最初はこのモデル。ホンダ、CBR400R。おそらく一番のライバルになると予想するバイク、ホンダの CBR400R だ。いきなり本命ですね。車両サイズは 2080×760×1145 で、シート高は 785mm。重量は 192kg だ。G310RR よりシート高は 21mm 低く、18kg 重い。排気量と17リットルの燃料の影響ですね。この重さが高速走行で効くんだよ。エンジン出力は46馬力 9000rpm、3.9kgF 7500rpm、レギュラー仕様で15リットル、航続距離は 474.3km だな。ミドル SS で航続距離が 474km は魅力的です。2022モデルでは足回りが強化された。フロントは SFFDP でダブルディスク、アシスト&スリッパークラッチ装備だ。新車価格は84万1500円だ。2016年モデルの中古なら走行距離 2500km で総支払い額50万円台だ。ホンダ、CBR250RR。 ホンダのバリバリ伝説なバイク、CBR250RR だ。人気も一段落してる様子ですね。早く次モデルを見せてもらいたい今日この頃です。車両サイズは 2065×725×95、シート高は 790mm で重量は 168kg だ。G310RR よりシート高は 21mm 低く、6kg 軽い。シート高が 800mm を切っていると一安心します。エンジンは2気筒 249cc で、最高出力は41馬力 13000rpm、最大トルクは 2.5kgF 11000rpm。ガソリンはレギュラー仕様で14リットル、航続距離は 379.4km だな。G310RR よりガソリン多いのに軽いなんて、さすがはホンダ。主要装備は、アシスト&スリッパー、ライディングモード搭載だぜ。オプションで上下対応のクイックシフター装着可能だ。G310RR にクイックシフターオプションは見つけられなかったぜ。この点は CBR250RR にアドバンテージありですね。新車価格は82万1700円だ。2017モデルの中古なら総額60万円台からだ。この2台、マジ悩みますね。お次はヤマハだぜ。ヤマハ、YZF-R25。250cc の SS 頂上決戦からは、一歩身を引いたバイクですね。でも、本性能は12分にあるし、レース参戦60周年カラーリングで気分は元 GP だぜ。車両サイズは 2090×730×1140、シート高は 780mm で重量は 169kg だ。G310RR よりシート高は 31mm 低く、5kg 軽い。このシート高の低さは魅力的です。エンジンは2気筒 249cc、最高出力は35馬力 12000rpm、最大トルクは 2.3kgF 11000rpm。
ガソリンはレギュラー仕様で14リットル、航続距離は 361.2 キロだな。G310RR のエンジンとは、キャラが全く違いますね。ベースとなった MT25 が、回して走るタイプのバイクだからな。主要装備は、アップのみだがクイックシフターがオプション装備できる。新車価格は66万8800円だ。2014モデルの中古なら総額40万円台からだな。レプリカのかっこよさと、気軽に乗れるカジュアルさを持つ軽量 SS、ですね。価格面では G310RR よりアドバンテージがあると思うが、どちらを選ぶかな？ヤマハ、YGS-R7。え、これミドルクラスでいいんですか？いいんじゃないか？ギリギリ 600cc 台だし、日東だし、息抜きってことでさらっと聞いてくれ。YZF-R7 は、ヤマハの SS 最高発バイクだ。価格、燃費、コスパ、どれをとっても最高レベルだ。車両サイズは 2070×5160、シート高は 835mm で重量は 188kg だ。G310RR よりシート高は 24mm 高く、14kg 重い。シート高は紹介車主従で一番ハイトですね。エンジンは2気筒 688cc、最高出力は73馬力 8750rpm、最大トルクは 2.3kgF 6500rpm。ガソリンはレギュラー仕様で14リットル、航続距離は 319.8km だな。MT-07 がベースなので、スペックはほぼ同じですね。主要装備は、アシスト&スリッパーや倒立フォーク、ラジアルマウントキャリパー採用だ。クイックシフターはオプション装備でアップのみだぜ。新車価格は99万9900円だ。新型なので中古車はほぼなし、あっても新車並み価格だ。ヤマハブル外装セットや60周年記念モデルを購入して、お手軽レプリカを楽しみますか。派手さなら G310RR と勝負できるな。川崎、忍者250。日本の 250cc フルカウルの第一人者、忍者250だ。懐かしいですよ。こんなに立派になって、父ちゃん涙で。車両サイズは 1990-710-1125、シート高は 795mm で重量は 166kg だ。G310RR よりシート高は 16mm 低く、8kg 軽いぜ。デザインは兄貴分たち通り2つですね。忍者シリーズに手軽に乗るならおすすめモデルですね。エンジンは2気筒 248cc、最高出力は37馬力 12,500rpm、最大トルクは 2.3kgF 1万rpm。ガソリンはレギュラー仕様で14リットル、航続距離は 366.8km だな。R はつきませんけど、CBR250RR と同じぐらいショートストロークで高回転型エンジンなんですね。G310RR はトルク型エンジンだから、対照的だな。主要装備はアシスト&スリッパー装備、クラシックなアナログタコメーターがいい感じだ。新車価格は65万4500円だ。G310RR と同じ、短気筒 SS の川崎が欲しいなら、中古で忍者 250SL を探すことをおすすめするぜ。いや、そこは G310RR を進めないと。川崎、忍者400。こちらも R がつかない忍者400だ。みんな大好き ER4M がご先祖様のモデルだ。最新型は忍者250と共通プラットフォームとなったぜ。車両サイズは 1990-710-1120、シート高は 785mm で重量は 167kg だ。G310RR よりシート高は 26mm 低く、7kg 軽いぜ。サイズも重量も忍者250通り2つ。エンジンは2気筒 398cc、最高出力は48馬力 10000rpm、最大トルクは 3.9kgF8000rpm。ガソリンはレギュラー仕様で14リットル、航続距離は 347.2km だな。燃料高だから、レギュラー仕様はめっちゃ嬉しい。主要装備は、忍者250と同じくアシスト&スリッパー装備、アナログタコメーターだな。同じですか？実は、250と400で大きな違いが一つあってな。何？400のタイヤはラジアル。忍者250はバイアス。ちなみに G310RR はラジアルな。今度誰かに教えてあげます。新車価格は72万6000円だ。250と400は最新の排ガス規制に見たようだ。価格改定で G310RR より高くなるかもしれないな。川崎、忍者650。ここまで来たら、忍者650もサクッと紹介させてくれ。どうぞどうぞ。車両サイズは 2055-740-1145、シート高は 790mm で重量は 194kg だ。G310RR よりシート高は 21mm 低く、20kg 重いぜ。やっぱり 600cc クラスだと、見た目も実際も重量感が増しますね。まあ、650cc だし比較しても。エンジンは2気筒 649cc、最高出力は68馬力 8000rpm、最大トルクは 6.4kgF 4700rpm。ガソリンはレギュラー仕様で15リットル、航続距離は 345km だな。まあ、650cc だし比較しても、主要装備で 400cc と異なるところは、メーターが TFT 液晶化、スマホ接続機能ありってところだ。250cc クラス SS には装備されない機能がいっぱいですね。ちなみに、エンジン形式には ER の文字が刻まれているぜ。G310RR の短気筒エンジンも、明記になるといいですね。川崎、ZX25。4気筒ですけど。あ、ごめん。価格は93万5000円な。
スズキ GSX250R。GSX 譲りのスポーツルックス、それでいて日常快適系の GSX250R だ。車両サイズは2085-740-1110、シート高は 790mm で重量は 181kg だ。G310RR よりシート高は 21mm 低く、7kg 重い。エクスターなカラーリングがよく似合います。エンジンは2気筒 248cc、最高出力は24馬力 8000rpm、最大トルクは 2.2kgF6500rpm だ。ボアストロークも 55.2mm で、トルク重視のエンジンだ。ストップ&ゴーが多いところでは、トルクフルなエンジンは嬉しいですね。疲れて多少は楽レバー操作しても、ノッキングせずに発進してくれるからな。でも、600cc クラスと比べたらいけませんよ。ガソリンはレギュラー仕様で15リットル、航続距離は498キロだな。航続燃費の長さはいつ見ても羨ましいです。主要装備は ABS ぐらいだ。ライディングモードやスマホ接続はついてない。シンプルですね。価格は58万1900円だ。50万円台で元 GP カラーの SS が買えるのは、スズキの優しさ。元 GP と EWC 撤退のニュースは残念でした。代わりに BMW が元 GP に参戦しないかな。スズキ、ジクサー SF250。2020年に登場したジクサー SF250 だ。なんといっても、揺れエンジンですね。もう耳にタコができるくらい黄色ので覚えました。それは何より、車両サイズは 20.75×35、シート高は 800mm で重量は 158kg だ。G310RR よりシート高は 11mm 低く、16kg 軽いぜ。確か国内に 150SS 最軽量でしたね。この価格でラジアルタイヤ装着とは、なかなかやりますね。エンジンは揺れ単気筒 249cc、最高出力は26馬力 9000rpm、最大トルクは 2.2kgF7300rpm、ガソリンはレギュラー仕様で12リットル、航続距離は452キロだな。主要装備は、ワンプッシュでエンジンスタートできるスズキイージースタートシステム搭載だ。価格は48万1800円な。エンジンは同じ単気筒ですが、スペックは G310RR が勝ってますね。価格の違いがどこにあるのか、乗り比べてみたい一台だ。アプリリア、RS660。G310RR の約2倍の排気量を持つバイク、RS660 だぜ。あ、また600クラス入れてる。で、紹介しているモデルは、元、アメリカ選手権でのタイトル獲得を記念した1500台限定生産モデルだ。正常期デザインがかっこよし。車両サイズは 1995-745、シート高は 820mm で重量は 183kg だ。G310RR よりシート高は 9mm 高く、9kg 重い。バイクに星マークがついてると、セブンスターのセンタゴを思い出しますね。お、鈴鹿8体アピールだな。今年はどこが勝ったのかな？きっと、ホンダですよ。きっと。エンジンは2気筒 659cc、最高出力は100馬力 1500rpm、最大トルクは 6.83kgF8500rpm、ガソリンはハイオク仕様で15リットル、航続距離は約306キロだな。RS660 のエンジンは、アプリリアの最高峰 SS モデル、RSV4 のエンジンの前っ側2気筒を使ったエンジンだぜ。そんな強要か、初めて聞きました。主要装備は豊富だ。アシスト&スリッパーにトラコン、ライディングモードにクイックシフター、限定車は逆シフト対応を装備してる。何もかもが贅沢です。価格はスタンダードが145万2000円、限定カラーモデルが15フォーティッタ。 BMW って、確か600クラスの SS はラインナップされてなかったよな。そうですね。 G310RR が成功すれば、 600cc SS も検討してくれるかもな。ちなみに RS660 にはブオーの660って兄弟モデルがいるぜ。どこが違うの？カウルデザインが若干異なるのと、ハンドルがバーハンだ。エンジンやシャシー性能は同じだな。 GTX デーモン GR200R。 生産工場を監修したのは某日本メーカーの OB、 日本に学んだ品質で製造されたコスパ最高のバイク、それが GPX デーモン GR200R だ。決まった。車両サイズは 2020-747-1145、 シート高は 815mm で重量は 155kg だ。 G310RR よりシート高は 4mm 高く、19kg 軽いぜ。エンジンは単気筒 198cc、 最高出力は19馬力 8000rpm、 最大トルクは 1.7kgF7500rpm、 ガソリンはレギュラー仕様で11リットル、航続距離は燃費の記載がないので不明だ。気筒数は G310RR と同じですね。主要装備は倒立フォーク、タッチパネル式のメーターだ。タッチパネルとは珍しい。価格は48万1800円だ。ちなみに、ショップ主催で GR200R ワンメイクレースが開催されてるらしいぜ。この価格でワンメイクなら、初心者にも楽しめそうですね。BMW はワンメイクレースないの？あるぜ。G310 トロフィーといって、G310 シリーズ初の50分耐久ワンメイクレースだ。さすが駆け抜ける喜び。それ車。KTM、RC390。最後はこいつだ。2022モデルが発表されたばかり、KTM RC390 だ。今回紹介した中で、唯一のレーシングマシン直径モデルだぜ。車両サイズの記載がなし、シート高は 824mm で重量は 155kg だ。G310RR よりシート高は 13mm 高く、19
19kg 軽い。エンジンは単気筒 373cc、 最高出力は 43.5 馬力、最大トルクは 3.7kgf。 ガソリンはハイオク仕様で 13.7L、 航続距離は 395km だな。ガチ SS なのに単気筒って珍しいですね。なんで？元3のエンジンは、排気量 250c のオーストローク単気筒だからな。レース参戦ノウハウを活かして設計された、本物のマシンだ。主要装備はトラクションコントロール、DFT 液晶ディスプレイ、クイックシフターもオプション装備可能だ。価格は83万円だぜ。このバイク、あの人もベタ褒めでした。ちなみに、全く同じデザインで、排気量が 124.7cc のモデル、RC125 もラインナップされてる。価格は62万、9千円だ。スタンダードな SS デザインの G310RR、思いっきり個性的なデザインの RC390。どちらを選ぶかで性格が現れそうですね。さ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次はまとめだぜ。ザ・シークレット好き男子会。まとめ。G310RR には、たくさんのライバルたちが存在するってことが分かったかな？多少の排気量格差はありましたが、このクラスの戦いは楽じゃない、ってことは分かりました。国内メーカーでは、燃費のスズキ、トータルバランスのヤマハ、エンジンの川崎、信頼性のホンダと、うまくブランドイメージを住み分けてるが、BMW はどの位置になるんだろうな。そりゃ、ブランド志向でしょ。乗ってるバイク聞かれて、BMW って答える優越感を味わってみたい、ってことか。一生付き合えるブランド、それがモトラット。いや、きっとお金の問題で離脱するでしょ、きっと。金の切れ目がバイクの切れ目。憧れの海外ブランドを手に入れるには、まだまだ時間がかかりそうですね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!